はい、こんにちは。ピアノ講師のゆうきです。今回もピアノ系 YouTuber の話題です。前回の登録者100万人超えのピアノ系 YouTuber、 たくさんの方に見ていただいてありがとうございます。まあ一言でピアノ系 YouTuber といっても、まあいろんな方がいるわけですね。まあポップスアレンジが得意な方から、ジャズピアノが得意な方、クラシックの実力がすごく高い人もいれば、YouTube としての見せ方がすごくうまい、まあそういった様々なピアノ系の YouTuber がいます。で、今回の動画は即興演奏が得意なピアノ系 YouTuber を紹介したいと思います。まあこの YouTube 出来上がった動画を投稿することもできますけれど、ライブ配信っていうのもありますよね。今回はこのライブ配信でものすごく高い即興演奏能力を披露している、即興演奏能力がズバ抜けて高いと私が感じるピアニスト3人をご紹介したいと思います。まあ、今回もパソコンの画面を出しながらご紹介したいと思います。まずは1人目ですね。1人目は菊池亮太さんです。この菊池亮太さん、最近ではテレビ出演とかもしてますよね。チャンネル登録者は 48.3 万人、動画数は836本ということで、以前私のチャンネルでも少し紹介しましたピアニストですね。もうかなりの実力派ピアノ系 YouTuber だと思います。はい、そして菊池亮太さんの動画の方をちょっと見ますと、こういった感じでライブ配信を比重としては多めにやってることがわかりますね。本当にこの菊池亮太さんのライブ配信での即興演奏、そしてアレンジ能力っていうのはですね、ものすごく聞き入ってしまう。どん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 その様々なアレンジをしていって、なんていうか起承転結があるような感じで、まあ流れですよね。こう盛り上がったらちょっと抑えたりとか、今弾いているジャンルとは違う方向性のアレンジを次のリクエスト曲ではやったりとか、まあそういった引き出しの多さも素晴らしいですし、その演奏もですね、ものすごくハイレベルで、まあその場で対応しているわけですからね。まあ本当に素晴らしい即興演奏、アレンジ能力だと思いますね。さまざまなアレンジ手法でライブ配信展開されていくので、もう聴いていて飽きないというか、どんどんのめり込んで聴いてしまうというか、そういった魅力あるライブ配信をしていますね。まあ、すごくやっぱりライブ配信で音楽的にも流れがすごく自然だなって私思いますね。で、この菊池亮太さん、ご自身がカバーしている音楽のジャンルもものすごく幅広いですね。で、そもそもクラシックピアノもかなりのハイレベルな実力なんですよね。クラシックピアノの実力もかなり高いですね。そして作曲者としても活動していて、まあ、CM やアニメ、ゲームに楽曲提供してるんですよね。まあ、最近ですと、スパイファミリーっていう人気のアニメがあるんですけれど、その劇中ピアノ演奏って菊池亮太さんなんですよね。まあ、やっぱりクラシックピアノの実力が高くて、作曲編曲でもプロとして活躍しているので、まあ、こういったものが、即興演奏での引き出しの高さ、もう無限にあるような、それにつながってるんだと思います。まあ、本当にこの菊池亮太さんのアレンジ能力、即興演奏能力っていうのは、まあ、日本トップクラスなんじゃないかなと思います。そして2人目のピアニストですね。2人目はゴザさんですね。まあ、このゴザさんは結構ネットの活動歴も長いので、昔から知ってるって方も結構いるんじゃないかなと思います。現在 YouTube でのチャンネル登録者数は 29.2 万人、そして動画数は200本ですね。もうゴザさんの魅力といえば、ライブ配信でもう縦横無尽にピアノを操ってですね、爽快感のあるおしゃれなジャズアレンジっていうのが多くて、あとはものすごく対応力もすごいですよね。その場のリクエストにパッと答えて、その瞬間リクエスト曲のジャズアレンジの早弾きを始めるっていう、もうものすごいですね。で、ちなみに私がこのゴザさんの演奏を初めて聞いたのは、当時ニコニコ生放送で行われていたライブ配信の即興演奏だったんですよね。もう12年くらい前の話になると思いますね。まあ、ニコニコ生放送っていうのは、まあ、今はライブ配信って、まあ、YouTube をはじめ、まあ、いろんなサイトがあるんですけれども、まあ、12年くらい前は、まあ、ニコニコ生放送っていうのが、日本でのライブ配信サービスの先駆けだったと思います。まあ、そこで私初めて、ゴザさんの演奏、即興演奏を聞いた時ですね、まあ、本当に衝撃というか、まあ、即興演奏でこんなに素晴らしいピアノ弾けるんだっていう、まあ、ちょっとクラシック畑の私にとってはかなりのカルチャーショックを感じさせてくれた方でもありますね。で、最近ではニコニコよりも YouTube 活動っていうのがメインになって、まあ、YouTube のライブ配信で即興演奏を披露しているんですよね。まあ、このゴザさん自身のプロフィールには5歳から18歳まではクラシックピアノを習って、大学ではジャズバンドで活動していて、その時期に動画投稿、生配信も始めているということですね。まあ、これがおそらくニコニコ動画、ニコニコ生放送のことだと思うんですけれど、まあ、さらには作曲活動もしていて、テレビ番組へのオープニングアレンジの提供とか、ゲーム音楽への
ピアノトラック収録など本当に幅広く活動しているんですよね。先ほども言った通り、自由自在にこの鍵盤を駆け巡る、ゴザさんの、テクニックっていうのがものすごく魅力なライブ配信ですね。まあ、本当にその場のリクエストに応えて、素晴らしいおしゃれなジャズアレンジができるっていうのはですね、まあ、しかもそれがすごい早弾きなんですよね。もう本当に普通の人の数十倍あの脳の処理速度速いんじゃないかっていう、そういった驚異的な即興演奏能力、アレンジ能力だと思いますね。やっぱりクラシックという下地があって、その上で作曲ですとかジャズのアドリブとかですね、まあ、そういった経験を重ねる方っていうのはあのライブ配信で強いのかなというふうにも思いますね。はい、そして3人目ですね。3人目はカティンさんです。前回の動画、登録者100万人超えの YouTuber でも紹介しましたけれども、現役のトップクラスのクラシックピアニストでありながら、ジャズも弾けて作曲編曲も手掛ける、まあ、本当に何でもできてしまう規格外のピアニストです。やはりカティンさんのクラシックピアノで培った超絶技巧の演奏能力っていうのと、もうアレンジ能力の高さっていうのがですね、もう相乗効果で、まあ、本当にライブ配信ではですね、圧倒的なピアノの即興演奏、アレンジの演奏っていうのを聞かせてくれますね。まあ、本当にカティさんは活動の幅が広くて、まあ、ラジオもやってますし、あとは東大出身のメンバーで組んだペントハウスでも、ものすごくおしゃれなピアノっていうのを披露していますね。で、まあ、カティさんの、最初のネットでの活動っていうのは、まあ、どうやら中学3年の時にニコニコ動画にボカロとか音ゲーの曲を投稿したのがきっかけだったようですね。で、YouTube 初投稿は2011年のカティさん高1の時に、まあ、ユビートっていうあの音ゲーがあるんですけれど、そのプレイ動画を上げたのが始まりということですね。なので最初は YouTube ではピアノ演奏を上げてなかったんですよね。で、本格的に YouTube 始動したのは2019年から、まあ、YouTube を自分の音楽を自由に発信する場として、クラシックとかゲーム音楽、ポップスアレンジ、それからカティンさん自身が作曲した曲など様々な動画を投稿していて、まあ、ライブ配信も定期的にしています。まあ、動画も魅力的ですけれども、まあ、ライブ配信っていうのも、カティンさんの魅力の一つですよね。そこではやはり視聴者からのリクエストにリアルタイムで応えて、そのアレンジっていうのがものすごく壮大だったり、すごいおしゃれなアレンジだったりとかですね、まあ、ものすごく魅力的な即興演奏アレンジっていうのを披露していますね。はい、ということで3人目はこのチャンネルではもう何度もちょっと紹介している、カティンさんでした。はい、ということで以上3人をご紹介したんですけれども、まあ、こうして私自身が、即興演奏すごく、このピアニストがすごいなって思う方を3人挙げてみると、やはり共通する事項があるなと思いました。まあ、最初は、皆さんクラシックピアノ出身 で、その後アレンジ、ジャズを経験して、作曲もするっていう、まあ、こういったですね、これまでの蓄積、音楽経験値の高さっていうのが、まあ、現在のライブ配信での、素晴らしい即興演奏、まあ、対応力の高さ、引き出しの多さにつながってるんじゃないかなとまとめていて思いました。はい、ということで、今回は即興演奏が素晴らしいピアノ系 YouTuber3 人のご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。まあ、前回ですね、100万人超えピアノ系 YouTuber の動画にもたくさんコメントしていただきありがとうございます。コメント欄とかでも皆さんのおすすめピアノ系 YouTuber の紹介とかもあったので、まあ、今後もピアノ系 YouTuber の話題というのを取り上げていきたいと思っています。ぜひですね、まだチャンネル登録してない方は下のボタンから登録よろしくお願いします。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。